よりティール14、状況を知らせろ。ティール14、配置についた。ラーグワン了解。デカ物がそちらへ向かってる。作戦を開始しろ。どうしたティール14、応答しろ。レッドリーダー、目標に到着した。これより敵の姿
殲滅を開始する。ブラックドーターよりレッドリーダー、各機の市外侵入を確認した。だが到着時刻に遅延が見られる。現在市外には大量の敵機が存在するが、すでに我々の存在に気づいて迎撃配置を完了しているようだ。これに対する友軍の戦力は戦闘車両が数台抵抗を試みているに過ぎない。敵の新鋭戦力に対しこれら旧型の車両では歯が立たんだろう。彼らの気持ちはわかるが、車両隊を前衛としないよう心がけろ。我々の任務は友軍となり、エリアに存在する全敵を殲滅することにある。今回は敵の数が多い。集中陣形を生かして各個撃破に努めつつ、攻略ルートを考慮して戦え。健闘を祈る。
胴体よりレッドリーダー、これより密林地帯を抜けて国境線を目指す。作戦通り迂回コースを進むぞ。このエリアは湿地帯で構成されており、移動に対するコストが高い。待ち伏せする敵にとって我々は格好の獲物だろう。敵の配置を見る限り厄介なのは砲台だ。もたもたしていると長距離レンジの攻撃で狙い撃ちにされるぞ。チームを分散して進行するのも一つの手だが、セットアップ並びに使用する武器選定の方が先決だ。この先では我々の仲間が援軍を信じ自利品で戦っている。さっさと片付けて彼らのところへ駆けつけるぞ。国境線での退路確保のためエリア内の全敵殲滅をもって任務完了とする。